多くのファンを抱える坂道グループのメンバーですが、グループに加入する前は熱心なファンだったメンバーもいます。中には握手会やライブに通っていたメンバーも多く、なんだか親近感を抱いてしまいますよね。今回はデビュー前は坂道グループのガチオタだったメンバー6人を取り上げ、それぞれの推しメンについても紹介します。また坂道グループが好きな方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。関由美子。桜坂46の2期生関由美子さんは欅坂46の大ファンだったとして有名なメンバーです。欅坂時代の冠番組欅って書けないに初出演した際には、番組アンケートの趣味の欄にアイドルを見ることと書き、欅坂1期生の渡辺里香さんの大ファンであることを明かした関さん。シングルが出るたびに握手会に行っていた関さんのことを渡辺さん側も認知していたようで、可愛い子がいると同期メンバーに話していたそうです。冠番組では関さんが渡辺さんに抱く愛の強さがうかがえる印象的な場面がありました。冠番組でお互いに一緒にロケに行きたいと指名し合うと、2人でロケに行くことができるというフィーリングカップル企画が組まれた際には、関さんはもちろん渡辺さんを指名。しかし肝心の渡辺さんはフリップに松平理子さんの名前を書いてしまい、フィーリングカップルは成立ならずという結果に。この結果にショックを受けた関さんはスタジオで大号泣してしまったのです。バラエティ番組の企画とはいえ、長年推してきたメンバーから振られてしまうような結果になってしまったのは、関さんにとっては耐えられないことだったのでしょう。一緒に活動するようになって渡辺さんのイメージは変わったのかと、冠番組で聞かれた際には変わらないですと答え、バレンタイン企画では渡辺さんにチョコを渡すなど、その一途な愛は変わることのなかった関さん。しかし長年慕ってきた渡辺さんは2021年にグループを卒業してしまいました。ファンからは、由美子会長は大丈夫かな、渡辺里香の卒業で一番悲しんでるのは由美子会長など、長年の推しメンだった渡辺さんの卒業を関さんが悲しんでいるのではと心配する声が上がりました。おしとやかな雰囲気や美人系のルックスなどから似ていると評されることもある関さんと渡辺さん。表題曲メンバーに選ばれるなど露出を増やしている関さんが、かつての推しメン渡辺さんに代わって桜坂のビューティーアイコンとして、より一層活躍の幅を広げる日も近いかもしれません。久保しおり。乃木坂46の3期生久保しおりさんも乃木坂46の大ファンだったことで知られています。2012年に発売された乃木坂46の2枚目シングル「おいでシャンプー」の MV をきっかけに、1期生の元メンバー桜井玲香さんの笑顔に惹かれて乃木坂を好きになったという久保さん。ハマってしまった理由については、誰を見てもどこを見ても全員綺麗なんです。地方から出てきてまだ駆け出しの状態のメンバーもいるのに、その洗練された美しいビジュアルには子供ながら衝撃を受けましたと語っています。当時は AKB48 の全盛期だったこともあり、短いスカートで元気いっぱいに歌って踊る姿がアイドルのスタンダードとして捉えられていたため、久保さんの目には乃木坂がアイドル路線から外れた異質な存在に映ったそうです。冠番組乃木坂工事中や YouTube 配信でファン目線で乃木坂の MV や曲について熱く語る姿も非常に人気で、オタク特有の早口で推しポイントについて語る姿にはファンとしては親近感がありますよね。そんな久保さんは推しメンとしては2期生の元メンバー堀未央奈さんを、尊敬するメンバーとしては1期生の元メンバー生田絵梨花さんや江藤美沙さんを挙げています。特に生田さんは、生田絵梨花さんは私がこの先人生何年経っても尊敬する人なんですよとラジオで熱弁するほど久保さんが強い思いを持っているメンバーです。歌唱力の高さや舞台での活躍が目覚ましいことなど、様々な点で生田さんとの共通点があると言われている久保さん。生田さんの卒業後に配信された乃木坂46時間テレビで、乃木坂46のピアノ文化を守りたいという思いからピアノ弾き語りに初挑戦するなど、生田さんがグループに残したものを受け継ごうとしているのがわかります。10周年を記念して日産スタジアムで大々的に行われたバースデーライブでは、生田さんがセンターを務めた唯一のシングル表題曲「何度目の青空か」をセンターポジションで披露。これにはファンからも、何度目の青空かが久保しおりだったのが本当に良かった、
あまりにも自然な引き継ぎと納得の声が上がりました。大好きな乃木坂を追いかけて受けたオーディションに見事合格し、加入後も偉大な先輩の背中を追いかけ続ける久保さんに今後も目が離せません。田村穂乃。桜坂46の2期生田村穂乃さんも加入前は欅坂46のファンだったと明かしています。1期生の元メンバー渡辺梨沙さんの握手会に参加したことがある。全国握手会のミニライブで平井真を生で見て鳥肌が立った。欅坂46のオーバーチェアは世界一などアイドルオタク全開の様々なエピソードを披露してきました。そんな田村さんがオーディションを受けたのはアイドルが好きだからこそ起こしたある行動がきっかけだったのです。2018年に行われた坂道合同オーディションでは受験希望者を対象にしたセミナーが開催されました。セミナーは現役メンバーが登場してオーディションやアイドル活動について話すトークショーのほか、実際にオーディション会場で行われるという写真撮影を再現した模擬撮影などが行われるという内容で、坂道グループ合格を目指す女性が数多く参加しました。そんなセミナーに乃木坂46の推しメンだった斉藤飛鳥さんと与田祐希さんが来ると知った田村さんは、アイドルに無料で会いに行けるというセミナーに魅力を感じ会場に足を運んだそうです。実はセミナーでは参加者の若干名にオーディションの書類審査を免除するシード権が与えられることとなっていたのですが、アイドルを見ることを目当てに参加した田村さんはなんとそのセミナーでシード権を獲得したのです。たくさんの参加者がいる中で声をかけられるなんて、それだけ光り輝くものを持っていた田村さんも、それを見抜いたオーディション担当者もすごいですね。二次審査に行くかどうか迷ったという田村さんですが、欅坂46のパフォーマンスを見たことで、誰かの心を動かし、誰かに寄り添える存在になりたいと強く感じ、オーディションの受験を決心したそうです。アイドルとなった田村さんはブログや会員制のメッセージアプリをまめに更新していて、メッセージでは独自の企画で動画を投稿するなど新しいことにもどんどん挑戦しています。もともとアイドルを応援していたからこそ、ファンが求めているものや喜んでくれそうなものは何なのかを察知し、それに応える力に長けているのでしょう。アイドルファンだったことをきっかけにアイドルになった田村さんが今後どのような形で楽しませてくれるのかも注目ですね。富田鈴花。日向坂46の富田鈴花さんもデビュー前は坂道グループの握手会に行くほどのファンでした。ひらがな欅の2期生として加入した富田さんは、欅って書けないに初登場した際、桜坂46の元メンバー守屋茜さんや渡辺梨沙さん、それに日向坂46の加藤志保さんなど様々なメンバーの握手会に行ったことがあると告白しました。握手会で守屋さんに、どうしてそんなに綺麗なんですかと質問したところ、守屋さんは努力だよという驚きの返答をしたというエピソードはスタジオに大きな笑いを生みました。加入後、富田さんはブログで守屋さんの写真集の発売が決まったことを綴ったり、使用コスメやメイク方法を紹介したりと、美容オタクとして知られていた守屋さんへの憧れが伝わってくるような内容を更新していました。その後、ひらがな欅は日向坂に、漢字欅は桜坂に改名して別々の坂を登ることになり、さらに守屋さんは2021年12月にグループから卒業しました。握手会に通うほどの推しメンだった守屋さんの卒業を富田さんがどのように見守っていたのかも気になるところですね。向井葉月。乃木坂46の3期生向井葉月さんは、1期生ですでにグループから卒業している星野みなみさんの大ファンでした。小学6年生の頃、乃木坂46初期の冠番組乃木坂ってどこの初回放送を見て星野さんに一目惚れしたという向井さん。初回が放送された頃から応援しているなんて、星野さんの子さんファンと言えますね。向井さんは加入前に乃木坂46の聖地明治神宮野球場で行われたライブで星野さんのサインボールをゲットしたことがあり、自宅で大切に飾っていることを明かしています。星野さんのファンになった5年後、向井さんは乃木坂46の3期生オーディションに合格し、乃木坂メンバーの一員となります。好きになったアイドルのサインボールを手に入れるだけでもかなりの強運なのに、同じグループで活動することになるなんて運命的ですよね。2人は同じグループのメンバーとして絆を深め、一緒に食事に行くこともあったそうですが、
みなみちゃんと呼んでいいからねと星野さんが言っても、向井さんはみなみさんと呼び続けたそうです。そんな向井さんは星野さんの卒業セレモニーで3期生を代表してスピーチを担当し、何年か前、私が選抜に入るまで待っててくださいって言ったら、みなみさんは頑張ってねとか待ってるねとかじゃなくて、早くねって言ってくれたと、アイドル活動で気が張っていた中で星野さんの言葉に救われた経験を語りました。そんなメッセージを受け取った星野さんが、卒業しても仲良くしてねと呼びかけると、向井さんは、はい、みなみちゃんと返答。初のみなみちゃん呼びが星野さんの最後の舞台、卒業セレモニーで達成されるという感動的な展開となりました。葉月が嬉しそうで何より、卒セレの葉月は間違いなく MVP など、小学生の頃から応援してきた星野さんを送り届けた向井さんのことをねぎらう声が多く寄せられました。これからも向井さんの推しメンはきっと星野さんであり続けるのでしょう。山口春代。日向坂46の3期生山口春代さんも加入前に握手会に参加したことがあるメンバーです。山口さんはひらがな欅時代に松田好花さんと握手したことがあると、松田さんがレギュラー出演しているラジオ番組で明かしました。しかし、1、2期生メンバーと共にショールーム配信に登場した際には、1期生の佐々木美玲さんと2期生の川田ひなさんが推しメンだと告白。先輩メンバーから、斉藤京子さん、丹生あかりさんも推しメンだったのではとツッコミを受け、みんなやんと詰め寄られてしまいます。山口さんは先ほど紹介した松田さんと出演したラジオ番組で箱推しだったので、いろいろなメンバーの例に並んでいたと明かしていて、グループ全体を推していたようです。グループの団結力も大きな武器といえる日向坂46、さまざまなメンバーを推し、握手会にも訪れていたほど熱心な箱推しファンだった山口さんは、今後もグループ愛を武器に活躍してくれそうですね。今回は加入前は坂道グループのファンだったメンバー6人を紹介しました。純粋にアイドルが好きで応援していたエピソードは微笑ましいものばかりですし、憧れの存在だった推しメンと今は同じステージで活動しているなんて、神様に選ばれた幸運の持ち主ですね。ファン心理を理解しているであろうアイドルファン出身のメンバーたちが今後どのような活動を見せてくれるのかも注目したいですね。加入前のメンバーのエピソードで印象に残っているものがあれば、コメント欄でもぜひ教えてください。動画をご覧いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。